ジョブロック。ここの横の部屋でガチでやってた。このそこマジで。だってそこの部屋が奥行きが広い部屋で、ちょっと入っていって左に曲がらないといけない部屋みたいな。そこってあれちゃうの、こうそのまま見たら見えへんやつ。見えへん。だから入った。うん、入った。普通にやってたガチで入って、なんかしかも言うたらか詳細言うたらか、普通に重なってて、このソファーみたいなんで重なってて、でこうお互いが重なってて服をかけてた。だから重なってるってことは分かるけど、やってるってことは分からない。分かる。お互いこのソファーに重なってて、え、これガチやで。ほんまにガチやで。ほんまにガチ。え、うんちゃん、俺もう行きたらええわ。なんでかっつったらバレた。入って、うん、俺入ったやん。で、りょうやんちょっと待っといてって言ったやん。で、俺扉開けたやろ。扉開けて、俺は待っといてって言った時に、そんなすぐ扉がヒュッて閉まると思うの。ヒューってなったやん、扉。あれでバレた。で、見た瞬間に、とりあえず行ったら、えって言われた。行ったら、え、でも、え、俺な、出てきた。俺ほんまにガチャで、冗談やと思ってるやろ。だから、ほんまに覚悟していった方がいいと思う。これで、なんもないとかやったら、この動画、おもんなすぎるやろ。ちょ、待って、リアル、ほんまにガチャやから、これ。もう、行こうよ。え、じゃあ、ほんまに、え、どうするこれ。じゃあ、まだ二人で行く。俺、マジ行きたないで、今の。ほんまにガチやん。その振りよ。2人で行こうや。じゃあ、えぇ、ー、何なんだろ。お前らほんまにバレんだよ。行こうえぇ、ー、俺も行くけど、反応がだってもう嘘やん。めちゃくちゃ、お前らほんまにバレんそうだよ。ほんまにバレんだよ。こっちすぐ戻ってくるだよ。え、これ一回俺だけ入る。一緒に入る。俺だけ行こうか。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、ずっとガチやん言うてやん、いけな、お前は。で、ちょっと待って。だから言うてやん、いけな、ほんまにガチ。ほんまに言うてやん。お前、俺が嘘つくわけないやん。いや、嘘いつも通じるやん、嘘。ちょっと待って、ガチやん、ほんまにガチやねんて。もうこれ以上迷惑かけない。とりあえずここで終わろう。一回カラオケセックスはほんまにあったっていうことで終わろう。え、ちょ、今さっき言う誰っていうのをさ、入っちゃう、これ。ガチでほんまにやってた。え、もう普通にだ。じゃあやってたかどうかわからんで、重なってて布をかぶってたの。そうだから、その上から女の子が下で、男が上で、で、その上から服をかぶせてる。マジか。ほんまにガチだから言うてんけな、お前。そんほんまに。お前だ、そんな見たやろ。見てはないけど、誰って言われたから逃げた。いや、もう焦った。そうや。え、ちょっと、ほんまにガチ。もうマジか。え、もうここで俺嘘ついたら意味わからんで。いっぺん電気つけるけどさ。え、だからほんま、じゃあここに隠れるって。ちょっと、いや、だからもう俺もう行かれへんわ、あそこに関しては。もうあったっていうことでもう終わりにしよう、この動画は。うわ、うん、あの部屋エグいな。あの部屋エグい。でも俺らが、でも一つ言えんのは、俺らがあんだけこうやってパッて開けて誰ってなったやろ。誰ってなったってことによって、あの人らはもう金輪際カラオケでエッチをしないっていう風にはなったわ。そういう意味ではこう一つだけしていかない、いただけていい、そのセリフ東海オンエアで聞いた。あんまりこれをしたことによって今日はあの人たちはしないだろって哲也が言ってたよ。じゃ、でもな、ほんまにガチやで。俺ちょ、じゃあだからな、俺な、なんでかって言ったら1回目の時点で俺気づかれてん。1回目って、え、1回俺が1人で入った時、ちょっと待っといてって言って1人で入った時に、普通に男の人がこっち向いて、あ、もうバレたってなったから、あ、俺はもう無理ってなって。わかる。もう存在がバレてるから、エッチしてる時に一番俺を知らん人が入ってくるわけやで。一番あかんやん、そんな。だから俺は無理ってなって、で、リュウヤに対して行ってほしいって言ったけどさ、それちょっと信じひんやん。
信じひんやろ俺。あとさ、このアングルやめてくれ。せやな、俺も思うさ。うん、いやだその1回目の時点で、うん、俺は入ったわけ、うん、入ってでお前が言い出したよね、初めお前が、あの部屋なんやそのこんだけこうドリンクとかタバコの吸い殻とかあるのにしかも1時間以上その吸い殻が残ってるっておかしくないみたいな。これちょっとパーティールームのパーティーしてるでしょ。あれは多分ないわ。開いた部屋言い出して、もはやメタってこないと思うな、あの推理。いやそれは意味わからんけど、そのそんだけあるっていうのがおかしない言うからスッと俺が入ってるわって言って行ったわけやねんな、うん、そう、行ったよ、行ったな。でももしやで、もしおったらやばいなって思ってから、ちょっと一回りょうや待っといてって言って扉開けたら、その扉の音、あれうるさすぎやん。その音があまりにもうるさすぎて、うわこれやばい。でもいや入ってからでも見るしかないから歩いて行って、じゃあほんまに広い部屋やって、広い部屋っていうのはどういうことかっていうか、パッと開けてる部屋じゃなくて、入ってここがこうなってるね。言ったらあの、それわかるし。テトリスのさ、こういう L 字型、L 字型やからこの扉からこのこっち側が見えへんな。そうそうそう。だからまっすぐは見えねん、テーブルは見えねん、うん、こっちが見えねん。 そっちにサファーがあるな。そうで、俺はそこに曲がった瞬間やで。ちょっと待って、俺これはちょっと動揺を隠しきれへんわ。ガチやったやろ、普通ガチやったな俺。やでも見えてないけど分かったやろ、誰っていうの。誰って言ったもんな、動画入声入ってたらちょっとありがたいけど。入ってなかったらでも分からへんな。でも入っといてほしいけどな。マジ確認できんの今の。いやだって今撮ってるから、ちょ後でちょっと確認しましょうけどさ。いやでも、でも本気言いますよ、カラオケセックスはいました。いたね、これはいたね。いた、平日の深夜でも、ね、今回ちょっとその1階2階ぐらいで埋まっちゃってて、3階とかはもうおれへんっていう、こうなかなか閑散としたお客さんの中、うん、ガチでおったわ。Joe Brooke!